はい、どうもこんにちは。今回まで逆転裁判1,2,3なるほどセレクションから逆転裁判1をねやっていこうかなと思います。前回はごめん、ちょっと時間空けちゃったからあれなんだけど、ちょっと裁判あったんだっけ。今ここにいるってことはあれだよな、一回中あつかあれだ、おじいちゃんが証人として来たけどぶっ倒れて、なんで中断だったんだっけ。あれか、あいつが来たからだ。やはりがなんかちょっと待ったって言ってきたから、あれなのか、一旦中断だったのか。オッケーやっていこう。危なかった、すまないだ、お前の声忘れた、やべえ。ちょっとハラハラさす、あれ分からん、ちょっと待って、ハラハラく、これぐらいの調べなんてことはないさ。絶対声違うわ、ごめん、もう忘れちゃった。油汗びっしょり書いて何か言ってるよ。それにしてもやはりのやつ、何を言うつもりなんだろう。ウェプルさん、あの夜公園にいたんだっけ。確か湖に飛んでいったトン様の人形を探していたとか。ああ、そういえばあの夜見つけたんだっけ、トン様の人形とボンベ。そうだよ。おい、ミツルギ、なんだ、なるほど、なんだじゃないよ、どうしたんだボケーっとして。いや、ちょっとな、お前の声わかんなくなっちゃった、もうやばい。あの密類刑事、前から聞きたかったんですけど。なんだろうか。どうして凶器に検事さんの指紋がついているんですか。ああ教えてくれんの？それを教えてくれたら結構楽じゃない？普通に。相手が水、湖水に落ちた時、私は呆然となってなった。何が起こったかわからなかったのだ。その時目の前にピストルが落ちていた。つい考えなしに拾ってしまったのだ。特に理由はない。お前の声思い出してきたわ。お前の声思い出してきたわ、よかった。なるほどね。なるほど。あ、これはチャンスかもしれない。チャンス？カルマ検事はこれまで完全な裁判しか経験したことがない。完全な裁判、完全に手なずけた証人に完全に揃えた証拠品。彼が決して、あ、お前の声か。彼が決して負けない理由はそこにあるのだ。しかし今回初めてそれが崩された。そうだね、やはりが来たもんな。カルマ検事は一度も話したことのない証人に証言させることになる。しかも証人はあのやはりだ。ということは隙だらけの証言になる可能性が高い。やったね、なるほど君、これで10分でやられちゃうなんてこともないね。うるさいよ、全てはやはり次第か。ドヤ顔で終わるなよ、お前。お前の顔見納めかよ。でもそうだな、多分この裁判を通して、多分、ミツルギの、なんだっけ。何事件だっけ。この DL65 事件も、多分、同時に解決されるんじゃないかなっていう、ハッピーエンド方式かなと思うんだよな。では、審理を再開します。証人、事件のあった12月24日の夜、あなたが見たことを、すべて証言してください。まあ任せてくれよ、頼むぞ。やはり、やはりでも一回立ったからね、一番最初の裁判の時に。認めたくないが、お前が最後のチャンスなんだ。カルマも証人を手なずける暇はなかった。イスルギの言った通り、隙が生まれればいいんだけど。俺、あの夜、湖でボートに乗っていたんだよ。探し物があって。で、それが見つかってさ、ボートをこっそりボート屋に返したわけよ。で、帰ろうかなって思った時に、パーンって音が聞こえたんだ。俺が湖見た時は、ボートには気がつかなかったぜ。その一発の音を聞いた後は何もなかったんで帰ったんだ。はぁ、あ。なんかいろいろ問題がありそうな証言でしたね。とりあえず弁護人、尋問お願いします。
はい。どうしたの、ナリオデ君。やはりだけに何が出てくるかわからなくて、ちょっと怖い。でもここまで来たらやってみるしかないって。やってみるか。目撃したこと。あの夜、まあ、でも全部聞いてもいいよな、多分止められないから、聞いてみようか。どうしましたか、弁護人。あ、ツッコミどころが多くて、どこから始めようかと。はあ。とりあえずそれは何時のことでしたか。湖にボートを出したのは11時過ぎだったぜ。あの公園、11時を過ぎると人がいなくなるからさ、その時間になるまで待ってたんだ。なぜそんな時間にボートを。いや、それは探すためじゃないの。それは探すためって言ったじゃないか。なるほど、おい。ああ、繋がんのね。はい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 。探し物。まあな。証人、何を探してたんですか。証人が何を探そうが事件には関係がない。大方ヒョッシーでも探していたのだろう。実はその通りだったりするんだよな。そんなことはどうでもいい。早く終わらせてもらいたい。ボートをこっそり防弾。あ、これもなんで、これなんでこっそりなのかね。それは何時頃のことです、ことですか。無断で撮ったからってことかな。それなんだよな。探し回ってたのは1時間ぐらいだから、多分12時頃だと思うけど。はっきりしないわけですか。なんだよその顔は。俺、あたしの天文台じゃねえんだぞ。進歩のないやつで帰ろうが。どうぞ。はい。その音はどこから。それがさ、わからなかったんだよな。あたりを見回したんだけど。湖の方も見ましたか。ああ、見たぜ。湖の上にボートはなかったんですか。確かにそうだよな。静粛に静粛に。そうなんですか、証人。いやー、そんなに盛り上がられると困るな。霧が濃かったし、ボートがあったかどうかはっきりわかんねえや。とほほ、大事なことなのに。これでもなんか進んだか、これ。じゃあ結局パンという音を一発聞いただけ。そうだよ。どうなるの。そうだな。なんか気持ち悪い証言だな。とにかく矛盾点を叩きつけてみるよ。ごめんね。私がお姉ちゃんさえ呼べれば。一発ってどこかな。一応証拠が11時50分で何も映ってない。何も映ってないのか。何も映ってないのか。そっか、だったら1時間ぐらい探してたって言ってのもおかしいよな。まあ、とりあえず関係するのはこの2発の音と何もなかったぐらいか。膨大に返したわけで帰ろうかなと思った時にパーンと音が聞こえたんだ。とりあえずこれやってみようか。とりあえずこれは、多分これは大丈夫だと思うから、これ行ってみようか。ちょっと待てよ、やはり。なんだよ。お前、パンっていう音一発しか聞いていないのか。そう言ったろ。でも昨日の証人の大騒ぎ夏美さんも、さっき証言したおじさんも、パンという音を2回聞いてるんだぞ。え？お前、本当にちゃんと聞いてたのかよ。耳掃除ちゃんとしてるか。おい、なるほど。イチャイチャすんなよ、この場で。さっきからちょっと気になってたんだけどよ。俺、証人だぜ、証人。お客さんよ、いわば。そのカジュアルな口の聞き方やめろよな。証人。なんだよ。本当に一回しか音を聞かなかったんですか。
実はさ、はっきりしないんだよね。はあ？はっきりしない？どういうことだ？いや、俺さ、もしかしたら一発聞き逃していたかも。そういえばよ、俺、あれ聞いてたからさ。あれって、ラジオだよ、ラジオ。ヘッドホンでさ。なにゃー、静粛に静粛に、ブーイングはやめてください。所長人、あんたラジオを聞いていたんですか。なんだよ、その人を蔑んだような目は。悪いかよ、ラジオ聞いちゃよ。カルマケンジ、何か意見は？時間の無駄だ。我が輩はこんなうさんくさい証人は認めぬ。ふぶー、どうしますか。なるほど君、証言を続けてもらえますか。いや、もう続けようよ。裁判長、お願いします。証言を続けてください。はあ、引き際を知らぬ弁護士ほど惨めなものはない。では証人、ラジオのことも含めてもっと詳しく証言を。お、任せな。やれやれ。あ、変わったの？これまた一から追加じゃなくて。クリスマスイブだってのに一人なんて寂しいじゃねえか。だからよ、リクエスト番組聞いてたわけ。それはもうガンガンの大音量でさ。でも純正っぽい音を聞いたのは間違いないぜ。音が聞こえた瞬間の DJ の言葉もはっきり覚えてるよ。キース、何それ、怪しくない？ラジオ、しかも大音量で聞いていたんですか。何なんだよさっきから。いいじゃねえかよ、ラジオくらい聞かせてくれたってよ。あいつ何が問題なのか完全に分かってないな。裁判長、こんな証人の言葉が信用できるだろうか。大方西洋太鼓の音とでも聞き間違えたのだろう。確かにそうですね、証言には信頼が。待ってください。証人は音がした瞬間の DJ の言葉を覚えていると言った。 DJ？ アナウンサー、お便りを読む人のことです。とにかく問題の音が瞬間した瞬間、音楽は鳴っていなかったのです。だから音が聞こえた可能性は十分あります。尋問させてもらいますよ。わかりました。危ない。何聞いたの？これでも突っ込んでもしゃあないよな。これ別に突っ込まなくていいよな。これ聞いてみようか。ちなみに何という番組ですか？事件には関係ない。答えを聞く必要もない。異議を認めます。証人はラジオを聞いていた。それで十分です。どれくらいの音量で聞いていたんですか？ガンガン？まあな。ヘッドホンをつけていたんですよね。そうだよ。外の音など聞こえそうもない気がしますね。なんかあれだな、一言一言が大して濃くないからさ。あんまり一つ一つに突っ込んでも意味ないな。それ証明なんかできるわけないか。まあ証明はできないけどさ、俺そん時のことを詳しく思い出せるぜ。話してるうちに記憶がはっきりしてきたからさ。でこっからか。まあ、これが一番大事だよな、普通に考えたら。なんて言った？弁護人、頼むから無駄な質問はやめたまえ。そんなことを聞いてどうなるというのだ。そうですね、特に意味があるならば質問を許しますが。意味はあるでしょう、怪しいもんだって。意味はあります、もちろん。どんな？それは聞いてみないと何とも。まあいいでしょう、証人、証言してください。パーンという音を聞いたとき、ラジオのアナウンサーは何を？クリスマスはもう目の前ですねって言った瞬間に音がしたんだ。間違いないですか？ねえよ、ママあのキュートな声を覚えてるぜ。大した手がかりにはならなかったか。何の変哲もない証言だよな。あの一箇所を除いては。
どこだよ。どこ。ガンガン大量。どこよ。別にそんな。ああ、そっか。まあ、クリスマスだから24日の夜に聞いたんだな。1点を除いてはどこですか？これか？これ変わんないな。これ突きつけるってことかな。じゃあ、ああ、じゃあ突きつける系か。なんだ、意味がある。なんか突きつけて掘り下げていくってことか。それ、いや、でもこれもさっき突っ込んだしな。何年でもないって証言だよな。どこよ、あって一箇所って。なんかあるっけ？違うでしょ？これもまあ、違うっしょ？いや、まあ、まあ違うか。これ関係ないしな、別に。今回だったら。2発の銃声。まあ、これも一応キッカー。まあ、関係ないけど、多分。そうだよね。まあまあ、それはだから、リクエスト番組。リクエスト番組別に。そうだよな。どこだ？一箇所って。ちょっと探してみるか。多分、このクリスマスはもう目の前っていうとこから、その、24日の夜に、会ってたラジオってことになるんだよな。そっか、発砲されたのが25日の午前0時過ぎってことは時間合わないか。行ったか、行ったか。今の証言間違いないか。え、なんだよ、怖い顔して。俺をビビらそうだって。そうはいかねえぞ。どうしたんですか。なるほど、くん。裁判長、こいつは今こう証言したんですよ。クリスマスはもう目の前ですねと DJ が言った時に銃声を聞いた。それがどうかしましたか。クリスマスは目の前ということはいいですか。こいつが銃声を聞いた時はまだクリスマスイブだったんです。そうなりますね。しかし夏美さんとさっきのおじさんははっきり証言している。銃声を聞いたのは午前0時を過ぎていたと。つまり夏美さんたちはクリスマスになってから銃声を聞いている。いや、この差はでかいな。確かにこれカルマケンジがね、無理やり言わせる可能性あるからな。静粛に静粛に。どういうことですか。どういうことですかじゃないだろう。今の説明完璧だろう。二人の証人は0時過ぎに銃声を聞いている。しかしこの証人は0時前に銃声を聞いたという。裁判長、簡単なことだ。その証言台の男が勘違いしたのだ。逆なんだよな、お前。カルマ調子に乗るんじゃないぞ。お前が言わせたんだろう。見るからにそそっかしそうな男ではないか。なんだと？タドウゾウ君、どうですか。ヤーリ君が12時前に銃声を聞いたというのは正しいっすよ。やはりは間違っていない。0時ちょっと前に彼は銃声を聞いたのです。面白い。そこまで言うからにはもちろん証拠があるんだろうな。0時より前に銃声が鳴ったという証拠だ。いや、それはそれはそうっすね。それはまあでも2発の銃声なわけよ、これって。これよく見てほしい。これ3発発射されてんの。まあこれでしょう。そうですよね。大丈夫だね。証拠はこれです。凶器ですか。ずっと気になっていたんです。昨日の証言では銃声は2発だった。しかし凶器のピストルは3発撃たれています。
残りの一発はいつ撃たれたのか、今その答えが分かりました。レイショットはやはりが効いたのか、その銃声だったんです。言わせたわけじゃないか。静粛に静粛に。むう、確かにそう考えると辻褄は合いますね。うん、もっともらしいことを言いよって。確かにピストルは3発撃たれている。しかし発砲されたのが0時前だったという証拠は、そこの男の空耳ではなかったという証拠はあるのか。そうですね。さてダロード君、ここまで来てもう後に引くことはできません。私に提示してください。ヤハリ君の主張する0時少し前に実際に銃声があったという証拠を。それはこれもそうだよな。だって24日から25日にかけて可能性残ってるからな。0時少し前、銃声があったという証拠。もうこれしかなくない？俺が言ったやつ。これぐらいだよな。だって死亡時刻が24日から25日にかけてってことは、銃声ではなくて、でもこれぐらいしかなくないか。だってこれはまあ25日じゃん。でこれ映ってないから、まあ銃声動向以前の問題だし、まあ DL ネッシー関係ない。あ、違う、まあ、これさっきやったでしょ。で2発の銃声もうこれ関係ないでしょ。これさ、なんか証拠持ってなかったら詰むとかないよな。大丈夫かな。一応警察からさ3つ選べたじゃん、ワンちゃんとさ。あれ実はダメだったとかない？これぐらいしかないよな多分。その薄ら笑いは。はあ、ちょっと自信がなかったもんで。はあ、薄ら笑いすんなよお前。これ以外ないでしょ。これがあるか。だって0時少し前だってこれ。来たの？これでよかった？マスカー。え、昨日証人大騒ぎ夏美さんが例のカメラで撮影したものです。撮影時刻は12月24日の午後11時50分です。ほほう。でもこの写真には湖の丘に怪しいものは写っていませんよ。裁判長、これ切り返すのお前想像できなかったんだから。想像できなかったから俺提示しなかったんだけど。今の間違ってボタンを押しただけなんだけど。何が映っているかはこの際問題ではありません。問題なのはなぜ。あ、確かに。そっか、探知すると自動でシャッター切るのか。お前賢いな。なぜ存在するか。どういうことでしょう。いいですか。写真はあるカメラで自動撮影されました。破裂音に反応してシャッターを切るようにセットされたカメラで。はあ、そうです。押し間違いで正解したわ。よく危ねえ。そうです、午後11時50分にも破裂音が鳴ったのです。だからこの写真が存在する。つまりやはり言った時刻に実際に銃声は鳴ったのです。おお、これは筋取ってんな。確かにそう考えると辻褄は合いますね。しかしそうなると不思議なことになりますね。その通り。銃声は25分の間を空けて2回鳴ったことになる。11時50分と0時15分。一体なぜだ。くそ、ここで何か答えを出さなくては。待てよ、25分の間が空いた銃声。ああ。どうしたの。なるほど、見えてきたぞ。殿様の事件は覚えてるかい。うん、覚えてるけど。今回の犯人もね、同じような考え方をしたんだよ。どういうこと。じゃああれ関係してんのこれ、 DL6 号。
ああ、自殺してるって書いてるな。うん、これか多分。だってトン様の時もさ、なんか昔あった事件を真似したわけじゃん。だからそういうことかな、まゆちゃん。うん、今答えを出さないと有罪判決を覆すのは無理だ。これから僕は思いつきでこの事件を解決してやる。大丈夫なの？そもそも大丈夫なら有罪判決なんてもらわないよ。僕がなんか変なこと言ったら教えてくれ。分かった、裁判長。何ですか？なるほど、君。ただいまの証言で今回の事件の謎は全て解決しました。本当か？どういうことですか、弁護人。貴様にもやっと分かったか。犯人は三剣霊司以外にはありえないということが。そうではありません。もちろん犯人は他にいます。かわいい。いいか若いの、もう一度落ち着いて状況を思い出してみろ。犯行時間、湖の上にはボートが一つ浮いているだけだった。それは小児の写真が示している。ボートには被告人の三剣と被害者の生倉弁護士が乗っている。ボートの上で銃声がして生倉弁護士が湖に落ちた。被害者が撃たれた距離は1メートル。自殺ではありえない。どうだ、ボートの上に残ったもう一人の男が犯人に決まっている。確かにそれ以外は考えられないと思いますか？そうですね。でもそれは被害者が撃たれたのが0時15分だった場合です。どういうことですか？この通り発砲の瞬間の写真もあるじゃないですか。あるじゃないですか。この写真は0時15分に撮影されたものですよ。しかしそれより25分前にもやはりが銃声を聞いている。生倉弁護士はその時に殺害されたのです。俺さ、てっきり持論をさ、なんかこうすごい構えてさ、いいですか皆さん、これから聞くことを聞いてください、この事件解決させてみせましょうみたいな感じでさ、どこのなんて言うんだろうな、すごいなんか構えてさ入るのかなと思ったら、すごい当たり前のように流れで入ってきてるから、構えて入ることを想定して俺やめようかなと思ったんだけど、ちょっと流れでもう入っちゃってるから、ちょっとここで一旦切るわ。うん、時間ちょうどいいし。はい、というわけで終わります。じゃあ、あざした。